スターダムドーナデルモンドのしめこです。1回戦飯田沙耶子とゴリちゃんと対戦楽しみにしていたんですけども、怪我で欠場ということで、しっかり直してまた私とシングルをしましょう。まあ代わりにハナには負ける気がしないので、1回戦は余裕で勝って2回戦も勝って、2021年のシンデレラはこの私がいただきます。4月の10日、4月の30日、後楽園ホール大会でお待ちしております。はい、スターズの飯田沙耶です。この度、足の怪我により、シンデレラトーナメント欠場になりました。代わりに、ハナンさんが足のシンデレラロードを通ってくれます。ハナンさんに、全てを託すんで、4月10日30日後楽園ホールで花野さんを一緒に応援しましょう。自分も、この怪我を、完治するよう頑張るので応援お願いします。ドンナデルモンドのマイカだ。このシンデレラトーナメント1回戦はコナミ難敵だけど全員ぶっ倒して私が優勝する。シンデレラ、いや女帝になる瞬間は皆さんお見逃しなく。4月10日30日は後楽園ホールに集結せよ。宇宙をかける歌舞伎ものコズミックエンジェルズの宇根木沙耶香です。初めてのシンデレラトーナメント、めっちゃワクワクです。ここでシングルでしっかり成績を残して勝ち進みたいと思います。そして第1回戦の相手は東羅夏子選手。ブー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 言われてますけど、ここでしっかり勝って黙らせたいと思います。4月10日4月30日後楽園ホール大会、皆さんぜひ応援に来てください。待ってます。モヒカンでもドレスが着たい。4月10日4月30日後楽園ホール見に来いや。はい、スターダムクイーンズゲストのあずみです。シンデレラトーナメント第1回戦、鹿島咲ね、起死回生があるかもしれませんが、私にはね、あずみ寿司という技があるので、2021年シンデレラトーナメント私が優勝したいと思います。そして4月10日4月30日後楽園ホール大会、ご期待ください。お待ちしてます。クイーンズクエストの渡辺桃です。はい、今年もシンデレラトーナメント開催されるんですけども、私は過去にシンデレラトーナメント優勝してその後白いベルトを取ったという経験があるので、今年も私が優勝して返り咲きたいと思います。そして第1回戦の相手がスターライトキッドなんですけど、まあ去年と同じカードでね、まあ、結果も一緒になると思うので、皆さんぜひ応援してください。4月10日4月30日後楽園ホール大会、ぜひ来てください。スターズのスターライトキッドです。はい、2021年シンデレラトーナメント第1回戦、渡辺桃、去年同様の第1回戦のカードとなるんですけども、デビューの頃からずっと渡辺桃とは戦ってきて、まだ渡辺桃越えをしたことがないので、このシンデレラトーナメントで渡辺桃を超えてみせます。そしてスターダム唯一マスクウーマンの私がマスク姿にドレス姿、これは女子プロレス界で私しか実現できないことでしょう。それを必ず実現させます。まずは4月10日後楽園ホール見に来てください。ジュリアのことが好きで好きでたまらない諸君、ごきげんよう。今年のシンデレラトーナメントは、なんと2日間に分かれて開催されるということで、まあ、去年私は1日4試合してね優勝してるので、今年はちょっと楽勝なんじゃないの。というわけでシンデレラトーナメント、ジュリアが2連覇して新たなシンデレラストーリーを皆様にお見せします。そしてルアカちゃんに教育をしてあげますので、お腹閉めて待っててください。アリメデルチ、またな。大江戸隊のルアカです。今回シンデレラトーナメント
初出場、初ジュリアということで、最年少で優勝しちゃいたいと思います。そして全員を冷凍庫爆弾でぶっ潰す。4月10日30後楽園ホール見に来い。第13代ワールドオブスターダムチャンピオンの林下宇多美です。このシンデレラトーナメントを優勝して、普段のかっこいい私とは違う美しい林下宇多美を皆さんにお見せしたいと思います。そして朱里さん、あなたを逆指名します。このシンデレラトーナメント、最高の林下宇多美お見せできると思います。皆さんぜひお越しください。あなたのハートにパワーボム、コズミックエンジェルズの白川美奈です。初のシンデレラトーナメント、すっごいドキドキしてます。優勝してドレス着て、あなたのこともドキドキさせちゃうぞ。4月10日そして4月30後楽園ホール大会、ぜひご期待ください。宇宙の皆さんこんにちは。宇宙一可愛いアイドルレスラー、そして第15代ワンダーオブスターダムチャンピオンの中野タムです。私はこの白いベルトの聖なる王者として、意地とプライドとそして責任をかけて、このシンデレラトーナメントを制して名実ともに一番のヒロインになります。皆さん4月10日そして4月30日後楽園ホール大会、タムの宇宙一かわいいシンデレラ姿を見に来てください。お待ちしてます。スターダムクイーンズクエストの上谷沙耶です。この歴史あるシンデレラトーナメントで私が優勝して、キラキラのドレスを着たいです。タムさん、真正面からぶつかり合いましょう。4月10日4月30日後楽園ホール大会シンデレラトーナメント、ぜひ見に来てください。お待ちしてます。世界に通用するものが違う女、ドンナ・デルモンドの朱里です。シンデレラトーナメント2021、私は1回戦目ナッツボーイと試合になります。ドンナ・デルモンド対決、ナッツボーイとは5年ぶりぐらいのシングルマッチになるのですごく楽しみです。私がシンデレラトーナメント優勝して赤いベルトも取る。4月10日4月30日後楽園ホール、お楽しみに。みんなさらまぽ。ドンナ・デルモンドハイスピードチャンピオンのナツポイこと、ナツポイです。はい、初めてのシンデレラトーナメント。このトーナメントはですね、本当に外から見てた時から本当に魅力的なトーナメントで、今回参戦できるのが本当に本当に嬉しいです。いや、1回戦目からシュリ姉ちゃんっていうのはですね、本当に試練だとは思うんですけれども、試練は乗り越えられる人にしか訪れないと言いますし、今の私はこのベルトを手にして自信をつけて白いベルトにも挑戦して、もう一皮向けていきたいなと思っているところなので、シュリ姉ちゃんを超えてシンデレラになりたいと思います。ほい。女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しい